ファイトスタイル、攻撃と防御の方法。一流のボクサーは攻めと守りの作業をハイレベルな流れの中で行い、その間の時間差を最小限にする。ようやく掴みかけてきた攻防一体の戦い方、それが実践できれば理想に近づく。ぶっつけ本番だけど、これができればきっと勝ちを見出せるんだ。いいか、練習メニューは。あの目の高さって。いいから聞け。今までの試合、貴様は打たれすぎる。客は喜ぶが、目や脳をやられるのは時間の問題じゃ。課題はズバリ、ディフェンスの強化。ディフェンスの強化。これからはオフェンス3、ディフェンス7の練習に切り替える。地味なことの反復になるが、優秀な選手ほどその努力を惜しまないで知れ。リズムリズム、スピードスピード、ほらほら遅いぞ。リズムリズム、スピードスピード。ウィービングのリズムが遅れとる。以前はこの程度で息は上がってなかったぞ。判定が多いってことは長丁場に強い証拠だ。いなす技術もあるはず。ディフェンスを磨いても技術戦になったら上を行かれてしまうんじゃないか。ディフェンスはおろそかにできないけど、やっぱり攻撃を。カットー。会長、もっと攻撃を教えてください。オリワンツー。守るだけじゃ勝てないですよ。確かにあの試合は打たれすぎました。ボクシングは打たれずに打つが鉄則。佐伯戦はディフェンスをしっかりしますから。違う、そうじゃない。え、だってそのためのディフェンス練習なんじゃ。貴様の長所はあくまで攻めにある。打たれずに打つなどという器用なことをやろうとすれば、逆に腕が縮こまってしまう。今の練習はよりアグレッシブなファイトをするためのステップじゃ。最終的な理想は、打たれる前に打つ。打たれる前に打つ。打たれる前に打つか。簡単に言えば先手必勝っていうことなんだけど、実際には恐ろしく難しい。攻防をほぼ同時にやるということなんだから。攻めと守りの間にはどうしても時間差ができる。それを埋めるにはどうしたらいい。どうしたら。攻防を別々に考えるからいけないんだ。攻めながら守れて、守りながら攻められる、攻防一体のファイトスタイル。それが見つかれば。ファイトスタイル、攻撃と防御の方法。一流のボクサーは攻めと守りの作業をハイレベルな流れの中で行い、その間の時間差を最小限にする。ようやく掴みかけてきた攻防一体の戦い方、それが実践できれば理想に近づく。ぶっつけ本番だけど、これができればきっと勝ちを見出せるんだ。